フェイスブックもありますね。ではでは15秒前です。はい、あ、ぐるぐるしてます。大丈夫です。大丈夫、はい。時刻は1時を回りました。ジョインハーツ5回区の時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターとも連動していますので、たくさんツイートしてください。また、サイマル放送も始まっています。スマホの場合はアプリリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全米同時放送をお楽しみいただけます。はい、はい、ということで、今週も始まりました。はい、あっという間の1週間ですね。そうですね、本当に。はい、今日もまたトッコさん登場でございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週はあのトランス脂肪酸の話をさせていただきましたね。はい、はい、ちょっと難しい話だったかなって振り返ってでももっとこう詳しく、うんうん、いろいろ知りたいなと思いましたし、よかった、トコさんが話してくれないと知らなかったこともあったので、やっぱりとってもいい機会をいただいてるなと、ありがとうございます。思いました。よかった。もう C とか H とか価格記号の話出さなければよかったかなとか思ったりしたんですけど。でも、はい、私すごいなと思ったんですよ。この食、もう食べ物のお話だけじゃなくて、そういうやっぱ科学的な要素も含んでて、それも全部こう頭に入ってる。トッコさんすごいって改めて。いや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 、そんなこと。食育は、でもなんか、はい、独学でね、最初は始めて、20歳頃からですよ、はい、うん、あの私がね、あのよくラジオでも言ってるんですけど、薬アレルギー で、うん、でお薬が飲めないっていうのが10代の頃に分かって、10代後半に分かって、はい、でそれから食にね、自然に興味を持ち出したんですね。体調が悪い時に薬を飲んだらさらに体調が悪くなるっていう経験を、ね、はい、悪循環ですね。で、そうで、それでなんか食べ物を気をつけて病気にならないようにするためには食べ物かなってなんとなく、うん、ね、なんか本能でしょうね、生きていくための、うん、で誰からも教えてもらってないけどもそうかなって思って、はい、意識し始めて、うん、するとたまたま家庭教師をしていたとお母さんに、はい、うん、がきっかけで、あ、こんなこういう講演会っていうのがあるんだとかね、で積極的にいろいろ調べていくようになったり、本読んだりっていうところから、うん、まあ、独学が始まって、はい、うん、でその後今ね、食品の裏側っていう本を書いてらっしゃる著者の阿部司先生にまた出会って、うん、でいろいろそこで阿部先生のもとで学ばせていただいて、うん、はい、で現在に至るという感じなんですね。じゃあ食育を勉強されてからもうどれぐらい経つんですか。もう二十何年かな。でもやっぱり時代もいろいろと変化するじゃないですか。はいはいはい、そうです、そうです。やっぱり食育も考え方とか価値観とかが変わってきたりしてるんですか。してます、してます、とってもしてますね。本当に私長女が今15歳で、はい、15年前長女が生まれたばっかりの頃は、はい、食育がとか離乳食はねとか、うん、こんな小さい子にお菓子をあげてはいけないとか、うん、そういったことを言っても全然なんかはって顔をされたことがよくあるんですね。なんか特別な人みたいな感じでよく見られているなっていうのを感じたんですよ。でもやっぱりどんどん時代が進んでいくと、まあ
ネットも普及して、うん、みんな簡単にスマホでパパって検索できるようになって、うん、でそこから私と同じような意識を持ってくれる人たちがたくさん出てきて、うん、で話しやすくなりましたよね、だいぶこういった話も。そうなんですね、うん、今結構お母さんお父さんたちもそういう意識の、うんうん、今はたくさんいますね、意識を持ってくれる方もたくさんいますが、うん、でもやっぱり圧倒的に比重ですると少ないですよね、うん、こういう食育に興味を持って実践をしていこうっていう方もとても少ないです、うん、で逆に今度はストレス溜めてまでやる方が病気になるから、うん、あまり気にしない方がいいよっていう人も増え始めて、うんいるのも確かなんですね。なるほど。でもそれも確かに当たってるんですね、うん、ストレス溜めてまで自分を殺してまで、うん、気持ちを押し殺してまで無理して食育をやる必要はないと私も思うんですね、うんうんうん、この辺は取捨選択でできるできないっていうのを自分でやっていけばいいと思うんですよ、はい、ただやっぱりそういった考え方もやっぱり世界的な範囲で見ると日本ってやっぱり食育に対して非常に遅れてるので、うん、安易にそれを言いすぎると人って楽な方に楽な方に流れていくので、じゃあストレス溜めるよりは食べたらいいんだってなると、うん、逆効果になる場合もあるので、うん、やっぱり簡単にストレス溜めないでとか、うん、何かにつけたらいいよとか、うん、そういう風にするよりは最初から安全なものを口にするという習慣をつける方が体のためにはいいんじゃないかなって。なるほど、習慣か、うん、習慣ですよね、はいはいはい、うん、でそこの、こういったものはあまりよく、うん、体に対しては、うんうん、まあ、よくないというかダメージが大きくてっていう話も、世界と海外と比べて日本はそういう話をしない国なので、うん、なので大丈夫だな、みんな食べてるから大丈夫よっていう、そうですね、うん、感じになっちゃうわけです。赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな、うん、ああなるほど。だからやっぱり真剣にその辺は考えて、無理してやることはないけれども、その食育をしっかりするっていうことが逆にそれがストレスじゃないって思うようになっていただけたらなって思うんですね、うん、だからちゃんと食事を取る方がストレスで、うん、食事を適当にするのがストレスじゃなくて楽しいっていう風な、うん、そもそもそういったところが、うん、違うのかなって思う時もたまにね、うん、あったりするんですよ。なるほど。ちゃんとしっかりしようっていう人をストレスためてやってかわいそうっていう風に意識を向けてし、うん、ね、しまうよりは、うんうん、ちゃんとする方が楽しいって思えるような意識の方がいいのかなって。そうですね、うん、はい、いやーこれもっともっと、はい、いろんな方に知ってまた勉強を一緒にしていただきたいなと思いますね、うんうん、そうですね、うん、本当ですね、はい、で今日、はい、ね、今ちょうど話の延長になるんですけれども、うん、はい、有機野菜とか自然栽培のお野菜を私は、はい、進んで率先して買うようにしてますし、はい、やっぱり食育で皆さんにお伝えする時も、うんうん、農薬をふんだんにね使われたお野菜よりは、はい、うん、有機野菜や自然栽培で作られたお野菜の方がいいですよっていう話もするんですけれども、はい、私は、ね、いつも買うときにそういったお肉とかお魚もね、うん、お肉もできるだけというか動物も放牧で育って、うん、抵抗性物質なども与えられていないお肉、うん、はい、を買うようにしてるんですね、うんうん、つまり愛情を込めて人間が育てている動物の方が絶対体にもいいですし、その動物たちも波動も高いし、うん、健康なお肉になってるはずなんですよ、うん、はい、で農業にしても、うん、こう畜産業にしてもそれを育てている人がいるわけですよ、はい、だからよくよく聞くのが農薬のかかっているお野菜でもな何かをかけたりつけたりすると農薬も取れるから、うん、だから大丈夫だよってああいう人もいらっしゃる
いらっしゃいます。でそれも正しいと思います、うん、あの否定はしないんですけれども、はい、あのそれはそれでいいと思いますよ、うん、ですけれども私はあの一生懸命消費者のことを考えて、うん、人よりも何倍も何倍も努力して有機野菜を作っている、うん、自然栽培のお野菜 を作っている人たちのお野菜を買いたいんです、うんうん、そういう人たちのお野菜を食べたいなって思うんですよ、うん、はい、はい、うん、あの自分で野菜作れないですし、うん、農家もできないですし農業の知識だってないです、うん、はい、だから皆さんスーパーに行って買い物をするわけじゃないですか、うん、はい、でもあの、まあ、値段は置いててですね、まず値段が高い安いを置いておいて、うん、やっぱり気持ちとしてあのそういった人たちが作ったお野菜を食べてあの協力したいなって思うんですね、うん、お肉とかもそうですね、消費者のことを考えて、はい、あの豚とかも妊娠中の豚さんたちが、人間もそうじゃないですか、妊娠中はあのゆったりと過ごしてストレスフリーで、うん、あの妊婦時代を過ごすっていうことがすごく大事ですよね、はい、でそういうことを考えてあの生まれた子豚を飼って飼育するんではなくって、うんうん、もう本当にあの自分のあのとね、あの豚を育てているところで、うん、あの豚が妊娠して、うん、でそしてあの妊娠中はもう特別なところで、うん、ゆったりと過ごしてもらって、うん、自然分娩させてお薬も使わずにあの成長させてって、うん、そういったあの豚肉を提供していますっていうところもやっぱりあるわけですね。一から全部も自分たちで丁寧に、うん、丁寧に育てて、うん、あの小屋の中ではなくてね、うんうんうん、その方がなんか愛情というか、うん、そうそうそう、持ってますし、ね、うん、ストレスって細胞、うん、あの食べ物であの体が悪くなるっていうよりも、はい、あの動物も人間もそうですけども、それはやっぱり変な食べ物を食べるとやっぱり食べ物体も悪くなるじゃないですか、うん、豚も同じですよね、牛も鳥もそうですけれども、はい、それにもそういうストレスとかってものすごくもっともっと違うところにもう、うん、それこそ何かをかけて取るとかね、うん、はい、何かを透けて取るとかっていうところまでいけないぐらいの、はい、うん、あのところになってると思うんですよ、うん、人間もね今あのコロナで外に出れなくて、はい、あのずっとこもりきりでストレスが溜まって鬱になるっていうようなことも聞くじゃないですか、うん、だからやっぱり外に出てあの、ね、広いところで空気を吸って、うん、あの緑を見てっていうところが人間もね、あ、確かにいいですよね。そうですね、うん、リラックスもできるし、ね、そうそう、解放された気分にもなりますもんね、うんうんうん、そう、だからそういった人たちが作っている、うん、あのお肉とかお野菜を、はい、あの食べることに、うん、あの協力したいし自分もそうしたいし、うんうん、って思うんです。はい、はい、あ、じゃあもう普段からお子さんもお料理するときは、うんうん、そういう、そうですね、お野菜とかお肉を使うときも、そうです、はいはい、9割がそういった、はい、あのお野菜を買ってまして、うんうんうん、でお肉も、うん、あのちゃんと選んで、うんうんうん、はい、いますね。なんか選ぶときのコツというかポイントとかって何かあったりしますか？そうですね、うん、あのまあ、お野菜の場合は有機野菜とか自然栽培野菜って書いてるので、うん、分かりやすいと思うんですね、はい、でお魚の場合は養殖じゃなくて、うん、じゃないものですね、養殖って書いていないもの、はい、ほう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 、うん、を選んでます。はい、はい、でお肉の場合は、はい、豚さんの場合は、うん、あのお取り寄せしてます、通販で、通販で買ってるんですが、でもそんな高くないんですよ、はい、うん、あの、うん、全然牛房の値段と変わらないです。通販でなんですか？通販で、沖縄でね買えないんですよ。あ、だからそうなんだ。うん、あのお野菜だったら色とかね見てっていうのがありますけど、はい、お肉の場合は、うんうんうん、あの別になんかね特別見てこの色がとかって比べなくてもいいので、はいはいはい、あの通販であの冷凍で、
真空パックの冷凍で送られてくるので、お肉買ったらとりあえず冷凍庫に入れて、で解凍もね、真空パックのお肉っていうのは、はい、解凍もすぐすぐできるんですよ。ちょっとボウルにちょっと入れてたりとかするとね、はいはい、水に入れてたりとかすると、真空パックなので、うんうん、中に水が入ることもないですし、はい、じゃあお料理する時もいいですね、はいはい、そうですね、料理もしやすいですし、はい、そうですね、鶏肉もそういった、はい、通販だったり、そういった専門店で買ったりとか、はいはいはい、してますね。そうなんだ。なんだったらメーカー名言いましょうかとか、ね、ブタは多分いい情報だからね、言ってもいいと思うんですけど、ブタはですね、安心トンっていう、はい、安心ブタ、安心はひらがなで、はい、で安心ブタ、安心トンっていうところからしょっちゅうセール品とかもあるので、出てきました、出てきました、はい、で一回注文すると、はい、その家庭だけ の、 割引、うん、券じゃないですけど、割引商品申し込み用紙とかも届くんですよ。へー、そう、ここで豚肉はいいですね、そこの豚肉を買ってます。安心トン、はい、安心トン、無薬育ちって書いてありますよ。そうなんですよ。おー、すごい、で、本当にここはもう私が先ほど言ったように、はい、妊娠期から自分のところで、自然妊娠をさせるんですね。で、通常の養豚業者っていうのは子豚をどこかで生まれてきた子豚から引き取るんですよ、通常は。あ、そうなんだ。でもちゃんと自然妊娠をさせて、体外受精とかじゃなくてね、自然妊娠をさせて、はいはい、で妊娠中もゆったりとそこで飼育をして、本当にもう可愛がって愛情を注いで、そうです、そうです。そして子豚が生まれたらまた放牧で広いところで育てて、でもちろんお薬とかは打たずに、はい、抗生剤とかホルモン剤とか、そういったのいいですね。で、食べ物もちゃんとしてますし、はい、そこから取らせていただいてます。なんかより美味しいんだろうなって思います。そうですね、で餌もね、私は遺伝子組み換えの餌を与えてないところっていうのを確認しているんですね、はいはい、前は違うところを業者さんから取ってたんですけれども、はい、なんか質問問い合わせのところに問い合わせをすると、やっぱり遺伝子組み換えの餌を与えているということが分かったので買いました。そうだったんですね。じゃあ、そこさんはそういう部分も、もう一つ一つ調べながら、調べて全部、はい、でもそれぐらいやっぱり食に力を入れているって、とっても子どもたちにとっても、とってもいい環境だなって思います、はい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 、ありがたいですよね、ここまで調べて、やってくれるなんて、でお醤油とかも、はい、そういったお醤油とかだと、原材料有機のお醤油を買ってるんですけれども、はい、大豆とか麦とかね、有機大豆とか有機麦とか小麦とか書いてるんですけれども、はい、お醤油に必ず入っているお塩はどこのメーカーも食塩って書くんですね、はい、でもこの食塩がどういった塩を使ってるのかっていうのがすごく気になって、あでメーカーの方に全部あちこち調べて、はい、ホームページを見てどういった塩を使ってるっていうのを確認した上でお醤油も使ってます。すごい、調味料から全部なんですね、はい、でも、本当にこれぐらいなんだろうな、力を入れるとすごくいいと思います、本当に、はい、お醤油もいつも言ってるんですけど、あまり大きすぎない方がいいですね。1リットルとかやっぱり酸化するので、あ、そっか、やっぱり、せいぜい500ぐらいがいいと思います。お得用だからって言って、そうですね、ついつい買ってしまいがち、買っちゃいますよね、はい、あまり1リットルとか大きいものではなくって、保管は冷蔵庫で保管がいいですし、お醤油もね、はい、で瓶に入ってるものにしてください。瓶、ペットボトル入りのではなくて、はい、ありますからね、ペットボトルの方が軽いから、はい、ペットボトルの方が売れると思うんですが、やっぱりペットボトルとかプラスチックって空気を通してしまうので、中身が酸化していきます。そうか、
なので瓶入りがいいですし、はい、あの使うたんびにあの開けるじゃないですか、開封するので、またそこからも酸化というのがしてくるので、1リットル入りとか大きすぎるのではなくて、家庭用だったらやっぱり500ぐらいがいいですよね。でいいのか、500ぐらいで、500ミリリットル。ああ、うん、結構このやっぱり、うんうん、時々大きめのペットボトルに入って、うんうん、た醤油がすごく安くなってる時期とかあるじゃないですか。ありますよね、うん、値段にやっぱりこう、うん、見ますよね、左右されちゃうんですよ ね、 ね、そうそうそう、そうですね。あ、でもやっぱり体のこととか今後の健康のことを考えると、そういうやっぱ知識、あった方が絶対いいですね、いいです、いいです、本当にその方がいいですよ。いやー、ありがたいです。今日もすごい情報を明日から、まあ、っていうかもう今日からもすぐ使えるような、ね、はい、そうですね、知識をゲットすることができました。はい、はい、よかったです。ありがとうございます。いえいえいえ、ということで、うん、とこさん、はい、この辺で一度 CM ですね、いきましょうか。はい、はい、一人暮らしの時とかよくやってました。結局使えないのに、安いからで買ってしまって、今で買っていた方が楽さって言って買ってしまったけど、結局もう醤油も賞味期限が切れちゃったりとか、この方がすごいもったいないですもんね。そうだな、そう面白い、やっぱためになりますね、とっても。こういう話してくれる人周りにいませんもん。あ、食育勉強するのも楽しそうだな、とっても。食育楽しいですよね。別にこれあれですよね、将来なんかそういうアドバイザーとかそういうお仕事に就かないなくても大丈夫も、うん、ここであの勉強して一応資格取得コースになってるんですけど、はい、あの家庭だけで活かすのもいいし、そうですね、うん、そういったお仕事にしたいよっていうことでも大丈夫。はい、はい、じゃあそろそろ始まります。はい、はい、ジョインハーツ5回くの時間です。はい、はい、いや今日は醤油、はい、はい、お醤油の話もね、選び方も、はい、あ、やっぱこういう食材、食品の選び方は結構気になさっているお母さんたちも最近は増えてきてるんじゃないかなと思うので、とってもありがたい情報です、ね、そうですよね、はい、でちなみにね、お野菜は私、はい、中城村のパルズっていうお店で買ってるんですよ、うん、はい、ひらがなでパルズっていうんですけどね、はい、あのうちは宜野湾市の志摩市なんですが、そこから7分前後、はい、うん、近いくらいかな、近い、近い、6分7分ぐらいかな、なんかファーマーズマーケット的な感じですか。あ、そうそう、うん、そうですね、そうですね、あ、有機農産物って書いてあります。はいはい、じゃあここで、まあ、お野菜とか、まあ、お肉とかも、うん、お肉も、鶏肉はここで買ってます、はい、パルズで、そう、鶏肉はパルズさんで買わせていただいていて、うん、はい、なるほど、はい、あ、こういう情報もありがたいです、とっても、はい、パルズですね、はいはい、お野菜はもう本当に、いいですよ。面白いことをね、このパルズのオーナーさんから聞いたんですけど、うん、はい、いろんなやっぱり農家さんがいるじゃないですか、うん、自分のところの農家のお野菜をパルズさんで置いてくれませんかって来るんですって、たまに、うん、でそしたらパルズのオーナーさんって農業大学を出てらっしゃって、もうすごくあの農業に詳しいんですね、うん、でその、パルズのオーナーさんが、じゃあこう、じゃあうちでどっちと取引するんだったら、はい、あの実際農家まで見に行って、ちょっと視察させていただきますっていうようなことを言うと、もう来ないんですって、連絡がないんですって、パルズのオーナーさんはもう、うん、取引するときには必ずその農家まで行って、うん、倉庫も全部見て、うん、間違った農薬を本人は、農薬と思ってなくても、うん、実は有害なものを使ってるっていうことがよくあるんですね、うん、これは本当に事実の話で、なのでちゃんと行って農薬と思ってなくても農薬使ってないから全部倉庫まで見て、すごい、ちゃんとしてるかっていうことを確認した上でないと取引しないって言ってました。じゃあもう本当にこのパルズに置いてあるお野菜とかお肉は本当にじゃあもう安心して選ぶことができるんですね。
すごいまたオーナーさんですね。そうなんです。だからやっぱりあの口頭だけではなくって、ちゃんとやっぱり信頼を持って ね、お客様に提供しないといけないじゃないですか、お店としても、はい、なのでやっぱりそういった取引するときには必ず現場まで訪れて、あのちゃんと、ね、お野菜作られてるかということを確認した上で、消費者のお客様に提供するということでした。素晴らしいですよね。こういう素晴らしいお店というか、マーケットもあるんですね。そう、本当にちょっとじゃあ皆さん、今お聞きの皆さん、中村すくさんのパルズ、パルズ、はい、ひらがなでパルズと検索したら、出てきますよ。出てきましたので、出てきますので、はい、ぜひぜひ、あの気になる方は行ってみてください。はい、運んでみてください。はい、で、あと、日本五感育協会が五感育食育実践コースという、食の勉強、座学と、あとお料理を8回フルコースでお料理を作るっていうコースもありますので、ぜひお問い合わせください。はい、はい、じゃあお問い合わせ先をお願いいたします。090-1877-4917、090-1877-4917、知念徳子まで、はい、あとは、はい、フェイスブック、インスタ、それから LINE 等でもコメント、メッセージ お待ちしておりますのでね、はい、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今日もあっという間ですね。あっという間でした、はい、もうエンディングとなりました。はい、はい、今日は食育についてお話ししてくださいました。はい、とこさん、今日もありがとうございます。はい、ありがとうございました。また来週。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。では、ツイキャス終わりますね。はい。